別の。だって夜の方がいいと思うんですよね。いいいい、もちろんもちろんいい。すげえいい。ご飯アイコンに。で、ダサい写真の人は、ダメでしたら、ダサいの方が判定しますので、見せていただければ。あーちょっと ちゃんとはい、お疲れ様です。はい、みんなお疲れ様です。はい、今日しっかり売り上げたから映像です。バッチリ。はい、チケット、はい、1枚500円。はい、ありがとうございます。ちなみにこのままだとですね、うまいご飯を食べて普通に飲んで帰ったになってしまうので、朝芸日本橋らしく、はい、これから出身地を皆さんに、同じ同郷の出身地の方を探してもらいます。この会で京都、京都一人なわけないよね。京都、京都、京都、京都そろってる人、もぐちょっと来てください。シールあげます。他に同郷見つけた人、隣の中学校、今まで知り合い、知り合いじゃなかった、知り合いじゃなかった、つながりがありました。じゃあプレゼンテーターいきましょうか。4人おります。私、奈々子、兄貴、はい、一茂、はい、さあ、私の歌でやりたい〇〇の日本橋は、まあ、これです。まあ、縁結び日本橋、切れたきれで大変恐縮なんですけれども、はい、私は日本橋フレンドの腕をきっかけに、結婚するカップルを作りたいなと思っております。はい、大人キッザニア日本橋ということです。はい、その心は、はい、大人になった今でも忘れられない夢叶えますと、魚屋、皆さん小さい時から大体1回はなりたいなと思うはずです。その魚屋の経験ですね、クラブのチーママ1日体験ということで、本日、クラブくれない、オープンしております。私ですね、親子日本橋というのを提案したいなと思います。はい、次、親子日本橋、勤務地に親を、子を呼んだっていいじゃん、ね、親とブラブラ日本橋をツアーする。そうすると同じくブラブラしてる人がいて、あれ、ブラリですかみたいな感じで盛り上がるという。はい、一茂です。運動会日本橋ということで、ちょっと日本橋で運動会したいなと思っております。もう日本橋リアル駅伝という形で、日本橋って駅いっぱいありますよね。あの日本橋、東日本橋、新日本橋、人形町、浜町などなど、そこをリアルに駅の間をリレーをしていきたいなと思っております。これ結構楽しいんじゃないかなと思っておりまして、ぜひそんな運動会をやってみたいと思っております。ありがとうございました。ここまでよくすごいね。いい感じ。もう最高だよね。この雰囲気は最高だよ。最高だよ。勤めてる人がここまでね、それも日本橋っていう掛け声で。